テヒョンはパトロール中に退役軍人グループビッグママのイ・ジヨンに丁寧に挨拶しているところを目撃された。彼女は2024年退役軍人文化フェスティバルで春戦でパフォーマンスを披露した。 BTS の V が先輩であるビッグママのイ・ジヨンに丁寧に挨拶する動画にファンは大喜びしている。テヒョンは対テロ部隊特別任務チームに所属するエリート兵士専用の黒一色の制服を着て登場した。ジヨンは自身のインスタグラムで動画をシェアし、二人のやりとりを振り返り、テヒョンの優しさにとても驚いたと表現した。ジヨンは次のように書いている。今日春戦ベテラン文化祭でのパフォーマンスを終えてステージを降りると、ハンサムな兵士が私に挨拶をしてくれた。彼は BTS の V、 つまり私の後輩だと分かった。ステージでの彼の存在感はいつも私を感動させるが、ステージ外での彼の優しさは予想外だった。制服を着た彼はさらに立派に見えた。急いでいたので写真を撮ることはできなかったが、動画を提供してくれたクアンに感謝する。天気に兵役を終えて、また素敵な姿が見られるのを楽しみにしています。